つ、ダイソーの文字に、ファンは注目。ドジャース64オリオールズ、日時間29日ロサンゼルスドジャースは28日、日時間29日、4どころ地、オリオールズ戦で、大谷翔平投手と、愛犬、デコピンの、ボブルヘッド、首振り人形を配布した。試合前には、デコピンが、異例の始球式に登場。マウンドにデコピンが登場するも、気になる白い文字がマウンドに浮かんでいた。浮かび上がったダイソーの文字にファンは注目。ドジャース公式 X、旧ツイッターがその様子を公開すると、デコピンの始球式を賢いね。って見てたらデカデカとマウンドにダイソーの広告あるから、ドジャースどこで試合してるんだ?って思ったデコピンの始球式。ダイソーがめちゃくちゃ目立つねーなどの反応があった。さらには、よく見たら、ダイソー、かわいい W こんな始球式初めて見た、W てか、それより、ダイソーすげーななど、白い文字に注目するファンも多かった。ドジャースは4月22日、同23日、100円ショップ大手のダイソー、株式会社、ダイソー産業と、複数年契約を結んだと発表。選手の取材時の背景に社名が登場し、4どころ地とキャンプ地の球場で広告が掲載されることになっていた。フルカウント編集部、